不作の状態が続いている四万十川の養殖アオサノリ復興を目指して、昨日生産者らが現状や課題などを確認しました。四万十川下流漁港は、四万十川と支流の竹島川の下流域で、ヒトエングサ、通称アオサノリを栽培収穫してきました。しかし、ここ3年間は、種付けしたノリが伸びず、不作の状態が続いています。会議には、国や県、市の担当者や専門からおよそ30人が出席。このうち、海藻が専門の高知大学の大野正夫名誉教授は、養殖区域の川底がデコボコしているので、環境を整えるために平らにするべきだとアドバイスしました。また、川の水の塩分濃度などの調査結果が報告されましたが、海苔の不作につながる決定的な要因は見つからなかったということです。とにかく後世に残したい、四万十の風物詩、また産業として残していきたいというところが第一の目的です。皆さんとまた情報、データ等を分析しながら、前に進んでいきたいと思っています。漁協では青さのりの復興に向け、四万十川の原種や熊本県産、三重県産など複数の胞子を培養する予定です。